そういうさ、そういうところで子供たちが育ってるっていうのを理解してほしいよな、みんなに。空気読んであれしてること多いと思う、本当に。空気読まないと発言できないでしょ、だって、うん、バッシングされるから、うん、かわいそう。俺なんか空気読まねえからバッシングされても平気だから、うん、余裕はとかバッシングするやつがアホだからな、うん、と思ってっから俺は、うん、はとか何言ってんのって感じ。大丈夫お前って人バッシングして気にしねえよ。でもやっぱみんな気にしちゃう人も多いじゃない、ねえ。みんな俺みたく強くねえから。で俺だって最初から強かったわけじゃねえから。デリカシーデリケートでさ、傷つきやすくてさ、すごいソフトじゃん俺。うん、意外とね。意外とじゃないよ、俺 めちゃくちゃデリケートで、ただ負けねえだけ。あの竹のような強さがあるね。ヒュッてもう折れるけど、折れるけどぼちっと折れないんだよ。うん、しなるんだよ。しなるよ。やさすがに、あは何クソだよ。え、眼中にねえと思った。違う、俺いちいちしなるよ。でもその度に嫌、いや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 って俺は思いな、そのいつも。俺はもうめちゃくちゃデリケートだ実は。でも今、えって言ったのは、うん、後で教える。おいいよ、いいよ、いいよ。ネットの記事読んでくれって言ったの。おそっか。なんだよ。いや、俺あれだもん、本当に。めちゃくちゃ、かやが言ってるよ、かやと変わんないよ。だから、ヒデは、そんなこと思わないと思ったって言ってたら、ゆうべ、話してて、二人で。何が？何の話？なんかわかんないけど。いや、俺だって。あー、言ってた。俺だって人間だし、いや、もともとビビリだし俺、うん、だったらもうちょっとビビリで、うん、みんなにバカにされんのが嫌で、うん、同級生の不良の、うん、意地でやってるうちに根性ついてたって感じ、うんうんうん、もう毎回死ぬ気で暴走族行ってて、うん、今回死んじゃうんじゃねえかなとか、今日事故って死ぬんじゃねえかなって毎回思いながら、親に悪いなとか思いながら、うん、いやマジで。なのにみんなもいるし、そのなんだろう、あの集団心理の例の、はい、リスキーシフトしてくから、暴走族なんかも高揚していくし、で特攻隊の気持ちになっていくから、もうこれ死んでもいいやみたいな、もう死んでやるみたいな、危ないね、ところが全然死なねえで帰ってくるんだけど、そんな大したことねえんで。でもすごいのもあって、自分は出し取れちゃうのとか、マジマジ。あの俺は見てないんだけど、俺聞いたんだけど先輩から、集会の時、なんだろう、あの速度なんか落ちちゃって後ろにいる女の子の足取れちゃってっていうのとか、あと車の下敷きになっちゃったとか、そんな話を聞いたよ若い頃。あとあのグラチャンとなって記事でね、グランドチャンピオンシリーズってあのレーシングがあるの、その別に俺たちがレースするわけじゃないんだよ。なのにバカだから全国の不良がシャゴタを見せに行くわけだよ。グランドチャンピオンシリーズまでたどり着くかどうかで、途中で検問があったりするんだけど、その途中で事故やって、すごいことになってたり、あと俺たちグラチャンで向かうとき、足立区あたりって悪いから不良、高校生も。悪いんだよ。本当に俺たちはもうシャゴタンで行くじゃん、シャゴタンわーっとしたらさ、いや金属バット持って出てくんだからやったらパッチンパッチン、はい、そう面白かったな。向こうの高校生ヤクザみてえだからね、これ洗ってから使えないわ。こっちはもうシャコタンで行ってんのにさ、なんかあのこんな石持ったねとか出てきたりさ、危ない、危ねえよ。俺らの代の時はさ、そんなの出なかったんだけどさ、俺ら行った時さ、うん、俺あの好きな女の子乗っけてたんで一個したの。危ない。え、なんで？いや、その子可愛くて、一生か二個の子でさ、めちゃくちゃ可愛くてさ、うん、一生か二個で超有名な女の子だったんだよ、あんちゃんっつって、うん、で、その子誘ってさ、その子助手席乗せて行ったな。ソアラ、当時ソアラもう出たばっかでさ、ソアラの俺2000のさ、2000GT のあのスインカム24バルブが良くてさ、2800じゃなくて 2000GT のさ、
でみんなミッションだったんだけど、俺でオートマ買ってさ、本当はミッションが良かったんだけどさ、バン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 ってやりたかったんだけど、先輩が絶対オートマしろって言って、今からオートマだよって言われて、うん、俺いやこれやりたかったんだけど、みんな先輩らのこれ見てっからかっこよく見えるわけだよ、うん、でオートマにして結局良かったの、良かったの、そうなんだ、なんで俺素直だわ、だってオートマだもん自体は、みんなこれ買ったんだけど、うん、俺はだけオートマしたんだ、やっぱり先輩に言われて、へえ、素直だね、うん、俺素直だから、うん、って言ったんだけど、いや秀樹絶対オートマだよなって、新井まーちゃんとのぶちゃんがいて、なあまさしって、まーちゃんもおー友達バカじゃねえのーってまーちゃんに言われて、でもまーちゃんとかミッションでバンバン飛ばして運転うまいわけだよ、説得力なくない、説得力全くねえんだけど、その先輩らがそんだけ言うわけだよ、でも冗談で言ってるわけ、はめて言ってる感じじゃねえんだよ、本当に先輩の仲いい先輩らだし、俺の信用してる先輩だったから、のぶちゃんとまーちゃんっていうのは二人ともかっこよくてさ、背でかくて、俺なんかチビだからさ、でもだってあの人らだって高校生なのにもう二十歳超えてるように見えるわけだから、もうでっかくて、か大人っぽいからかっこよくて、ああ貝みたいな子レイプされちゃうもん、全部回されちゃう、いやひどいから、あの可愛い子なんか全部回されちゃうよマジで、そう、かわいそう、かわいそうだよ、いや、民度低すぎるから、本当にびっくりしたよ、あのかわいい先輩とか言うと、あー、あいつやられ知ってるよとか、って、いや、マジだよ、そんな過去あるんですかって、そんなんだよ、本当に、そんな過去って、いや、マジマジ、びっくりしちゃうから、